どうもどうも、だから手で口を、そう、開いた口を塞ぐ、どうも文治です、文君です。はい、というわけでね、そう、最近ね、マスクがね、ちょっと手に入らなくてね、開いた口を手で塞ぐしかないんだよってね、友人に相談したらね、なんとね、マスクもらっちゃいました。はい、そのマスクがこれだ、ブラー、 NBC 緊急避難用マスク。そうね、緊急避難したい時あるじゃないですか。こう、あいつ気に食わねえからちょっとなんかこういろいろ口で攻撃してやるぜって、ああ、お前はなんとかなんとかって緊急的に避難したくなるよね。はい、そういう時の緊急避難用マスクです。というわけでね、なんとこれね、すごいなんかね、こう緊急避難用マスクは生物化学兵器などのテロに対してもね、緊急避難的にね、防御することができるっていうことでね、すごいですよね。なんとね、これ化学兵器として使用の予想されるね、サリン、そう、サリンって言うと、そう、魔法使いで有名なサリンね、それからね、このマスタード、そう、例えばこうね、あのホットドッグとかにつけるマスタードね、そういうのが襲ってくる時あるじゃないですか。あー、魔法ホットドッグで、あー、口を守りたいっていう時に、そう、あなたを苦しめる全てのサリンとマスタードから守りたいってあるじゃないですか。そういう時のためにね、こいつがね、活躍してくるってことね。そう、口を守るためにね、口からこの肺から何かを、そしてね、肺から、そう、めっちゃ肺からなデザインですよね、これ。はい、というわけでちょっと中見てみましょうね。はい、こういう感じです。でね、これね、ちょっとね、そう、なんとショックなことにね、すごいよ、これ、製造されたのがね、2001年10月ってめっちゃ、19年前ってすごいよね。お前、そしてね、有効期限がね、2003年10月やー、イエーイ、有効期限が17年前ぐらいに切れてるー、そして切れてるやつは、これね、何回も俺、ちょっと実はさっきね、練習のために使ったんですよ。なんすよ、これね、マスク装着するのが大変だからね。そう、ここのね、そこに書いてあるようにね、緊急時にね、そう、緊急時にすぐ使えるようにね、装着訓練をしてくださいってね、書いてあるんでね、めっちゃ訓練しました。そしてね、一発で、俺の口をね、開いた口をね、一発で、守るような、できるようになりました。というわけでね、じゃあ、開けてみましょう。この中身、これです。イエーイ、ね、かっこいいよね。そう、これで歩いたらね、ヒーローだね。というわけでね、ちょっともう一発でつけるんで、ね、みんな見てください。俺もう訓練したから、めっちゃ、これ訓練したから、もう、おい、わあ、なんかかっこいいよね。そう、頭に乗せて、これをガーッと引っ張って、そしてね、後ろでパツン。オッケー、はーい。もうすぐバーってね、魔法使いのサリンとかね、ホットドッグのマスタードがね、こっちからサリン、こっちからマスタードあげても、こうガードしてくれてね、口の中にはね、入ってこないっていうね、ちょっと声がちっちゃくなっちゃうね、これ喋ると。ね、まあ、ちょっとこうやって開けて喋んないといけないの。喋るときこうやってやんなきゃいけないのはちょっと、あれだけど、こうやってたら隙間からね、いろいろ入ってくるから、なかなか動画撮影するときはこれ使えない感じかなって感じだね。でもね、そう、これ、ダース・ベイダーみたいで、かっこいいなーって、そう、思いました。コーホー、コーホー、コーウォーズなんかそれ、コーホー、コーホー、わかんない。ウォーズ、まあ、やばっすね。で、このね、この、鬼滅の刃を使うとね、なんとね、そう、こう、これ、鬼滅の刃だけど、ライトセーバーと見立ててね、こうやってね、フォン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 、パーンってね、スターウォーズごっこもできるんでね、この マスクはね、すごい楽しいでーす、ね、というわけでね、あとはね、この後はこのマスクを使ってね、楽しいダースベイダーごっこ、ダースベイダー、スターウォーズごっこのライト、ダースベイダー役で候補を言いながらね、このマスクをね、楽しみたいと思うんでね、この動画はこれくらいにしたいと思います。それでは、白ひげと思ったら違った、これ違う、ダースベイダー、はい、それでは
メガネ